3月29日の満月は、めちゃくちゃ威力のある満月ですよ。はい。はい、変化日的に。変化日的に。変化日なんですよ、3月29日っていうのは。皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルへようこそ、ヒロピーです。山中です。さて、本日は、ビットコインアノマリーでございます。はい、ビットコインがですね、まあ、過去に、特にこの5年間、2016年から20年、4月が全部月足陽線なんですね、はいはい、で実は3月は非常に勝率が悪かったんですけれども、どうやらこの調子でいくと陽線で終わりそうです。こちらの画面載ってるんですが、まあ、今年はっていうか、まあ、去年の後半からおかしいですからね、まあ、おかしいですね、うん、現在3月も陽線で終わりますと、去年の10月からなので1,2,3,4,5,6 と6連勝で、アノマリー通りいくと7連勝確実じゃないかってぐらい強い勢いでございます。でですね、過去にですね、どれだけ上昇したのかっていうのは、ちょうどここ点線打ちました。2016年4月から見ていきましょう。こんな時代もありました。こうやって見るとほとんど動いてないような感じですね。そうなんですけど、めちゃめちゃ動いてたんです。そうですよね、はい、まあ、ちょっとトレーディングビュー上でこう見ると、ビットフライヤーさんのチャート使ってますが、安値が4万5千円ぐらいで、うん、高値が5万2千円なので、うん、値幅的にはまあ 15% ぐらいあったかなと、うん、そうですね、はい、で、まあ、初め値と終わり値で言うと、まあ、騰落率的には一応 1.69% と、まあ、ちょっと微妙な陽線でした、うん、こうやってでもまあ見るとこんな感じですね。ここが2016年4月ですね。ちょうどありますね。2017年4月、ちょうどもう仮想通貨バブルの初年度と言ってもいいぐらいな年でしたけれども、まあこの時はもう1月からえらいことになってました。もうお正月明けにドーンと上がって。12月まで上がった年ですもんね。いや、そうです。なのに1月も暴騰して急落してって繰り返してて、確か1月4日ぐらいに友人から電話かかってきて、親戚で集まってて餅食ってる最中に、どうなってんだビットコインって家知らないですって言って、電話出た覚えがあるんですけども、まあ中国周りで。もうこの2016年後半のこの上昇相場も、中国人投資家が全部釣り上げてくれたと言っても過言ではないです。世界の 90% は中国からの資本が流入しました。まあ、結局、この1月と3月と2017年はその他9月だけが陰線。でまあ、9月ってのはこれビットコインキャッシュのハードフォークで揺れた時期なんで乱高下してるんですけど、それ以外が全部陽線だったんですね。なので2017年は9勝3敗。というのでも買っとけば儲かるみたいな相場でしたと、あれよあれよと17年4月も上がりましたと、すごい相場でした、うん、でとにかく4月は勝率がいい。で2018年コインチェック事件があってネムハッキングされてと、はいはい、急落しているのにもかかわらず4月だけなぜか陽線、うん、これすごい陽線でした、まあ、こういう感じですね。 1,2,3 ドーンと やられた後に70万円ぐらい前で60万円台まで突っ込んだんですが、一気に100万円以上回復したんですね、うん、ってぐらいやっぱり何かあるのかな。4月11日にコインチェックがアネックス買収されました、うん、ああなるほどなるほど、なんかそれでなんか好転するかなっていうの期待の買いが入ったかもしれないです。まあこの2017年後半はもうまさに日本人の相場です。まあ、結構この時ね、12月にも CME に先物上場っていうんで、みんな調子に乗って買ってましたからね。はい、この時期ですね、CME シカゴの先物取引に上場されたのはこの12月です。はい、僕も金融庁の、説明会に行きました。ということで、そんな2018年4月も陽線でした。2017年の騰落率の言っておきましょう。 28.44%、うん、2018年が、まさかの 35.85% と大きいです。で2019年も、はい、また陽線です。これは 29.53% 上がりましたと、この時ですね。でこれがですね、6月まで連続して上昇するんですけれども、この上昇はですね150万までつけました。中国のプラストークンという世界最大の詐欺コイン詐欺事件で、まあネットワーカーみたいな、人たちが数百人規模で動いて、確か2000何百億集めて、で、まあ、その後逮捕されてます、その翌年ぐらい。それでですね、プラストークンのまあ盛大なネズミ講が行われて、中国人中心に日本でも被害者います。それを買うにはビットコインとイーサリアムからしか買えなかったので、ガンガン上昇していって、っていうので、まあ40万円台で低迷してたのは3ヶ月だっていう間に150万円と3倍になったという、またこれも夢があったんですが、それも残念ながらプラストークン事件が発覚後やられました。大急落でございます。その後、ちょっと回復しかけた2020年ですが、まあ、ご存知皆さんのコロナショックで、また3月に、
なんですが、そっからの大復活がやっぱり4月だったんですね。なので、過去5年間は全て陽線、ちなみに2020年の4月はですね 33.98%、まあ、約 34% 上昇してます。さあ、これだけ実績が高いビットコイン4月相場ですが、じゃあ一体どうなるんでしょうかと。ちなみにここ4年間の平均値、2016年だけを除いた4年間の平均値は 30% 以上の上昇を描いてますので、仮に現在の約3月末で600万円でクローズした場合、単純計算で 1.3 倍するとですね、いくらいくんだろう、780万円、もう800万円寸前まで追い込むという、なかなかクレイジーな相場がまだ残ってるかもしれないっていう面白い現状でございます。買うならいつだっていうのを、もう3月中目をつむって買うのかな。3月実は陰線だと我々っていうか僕と小山は思ってたんですが、全然これもしこっから陰線になったら怖いものがありますよね。いや、本当ですね。それもね、怖くて、どうすっかなみたいな悩んでます。陽線なんだったら3月中は手を出さないで4月1日の9時に買う。まあそうなんですよね。仮に4月中陰線の時期があるんだったら全力で買ってもいいかもしれないんですけれども、まあどうなんでしょうか。まあ初めての陰線になっちゃったりして、はい、いやそれはね怖いんですよ。一応過去2011年からまともにローソク足チャートが残っているのを調べたら、7勝2敗でした。なるほど。4月は2000年代前半から入れると、なので今回で統計10回目がカウントできるんで、まあ、ぜひ8勝2敗になってほしいかなと思ってます。まあ、とにかく強気かつ、ね、四半期ベースでも4、5、6は実に上がりやすいです。あの割ですねが、ございまして、そういったところでなんかまた大きく騒がしてくれるんじゃないかなっていう仮想通貨市場です。ムーンフェーズです。まあ先日動画でアップさせていただきましたけど、次ですね、3月29日月曜日が満月です。で、まあ、前回見事ぴったり当たってるんですね。前々回もまあほぼ当たってますね。満月って買いですか。買いですね。そうなんです、うん、満月めちゃ当たるんですよ。満月以降は上がる、まあ当然10月から上がってるからそりゃそうなんですけれども、でも結構いいエッジ効かしてるんですね。3月29日の満月はめちゃくちゃ威力のある満月ですよ。はい、はい、変化日的に変化日なんですよ、3月29日っていうのは。じゃああと1週間このもみ合いを踏ん張ると、これだけじゃもうちょっと下がってくるとそこで買うっていうのは面白いかもしれないですね。タイミング的にね、すでにフィボナッチ引いておきますが、ここからの線で言うと、まあここ最高でしょうね。サポートラインと半値戻しのタイミング、うん、半値戻しぐらいのところっていうのは、はい、まあ、ちょっとチャート的には買いたいかなっていう、はい、ドル建てだとこの辺に来てそうですね。もうちょっと深いかもしれないですかぐらいなので、もうあとこの動画、撮影日は3月23日ですが、6日営業日ですね。なのであと冷やし6本ですね。なのでこういう風にウェーブを描いて6日後の月曜日に安値をつけてくれていると、うん、めちゃめちゃ買いやすい。ちなみにこの2月の調整の時も、まあ、こんな感じで1回2回3回ボトムを叩いて反転していきました。なんか似たようなリズムを感じさせますね。ということでこれぐらい当たっている、ムーンフェーズと変化日などなんですが、まあもともと山中さんが僕にいろいろと教えてくれてですね、もう山中さんの変化日とかをもう4、5年、4年ぐらい前から僕も取り入れてドル円とか FX トレードしてるんですが、まあ、実はビットコイン相場にも結構応用できると。一回山中さんのその変化日も当たってるぞっていうデータのチャートも出してみましょうか。これ実は僕はいつもドル建てで見てるんで、まあ、ビットコインドルの、まあ、冷やしチャートなんですけども、うん、まあ、いろんな線が引いてあるんですけども、まあ、これ何の線なのかっていうと、天王星っていう、いわゆる惑星がですね、はい、ビットコインを象徴しているだろうと。で、天王星はね、何を支配しているのかというと、いわゆるコンピューターとか、うん、あとはまあ、電子関係のものです、はい、うん、で、まさにそういうぴったりじゃないかっていうことで、その天王星の位置を表示してて、で特に太い線っていうのは非常に重要な線で、この太い線を抜けたらもう上がるに違いないというようなところで、一回最初ここのところ今年に入ってから4月上に抜けそうになって、まあぐちゃぐちゃして失敗して、で2月にこの抜けたところからっていうのが非常にまあ強い、まあ上昇相場になりそうだなという、まあ、そんなイメージでこの太い線は考えていただいて、まあ、それ以外にですね、まあ、ちょっとこういう他の水色の線っていうのがサポートレジスタンスになりやすいんです。
けど、このなんと3月の高値はぴったりなんですよね。だからもし4月にしてもですね、もし上がるんだとするならば、今この水準にいますけども、はい、この線ぐらいで買いたいですね。なるほど。それはでこの線の水準っていうのが、まあ5万ドル、そうですね、5万ドルよりちょっと気持ち上ぐらい、はい、あのそのあたりがあのさっきの感じでいくと買いたいところかなと。なるほど。であと日柄的なことを考えるとですね、実はこの黄緑のところっていうのが過去のビットコインで変化しやすい、まあ、タイドルなんですけれども、うんうん、まあ、変化しやすいところっていうことで、なんかきっかけになりやすい、そうなんですね、きっかけになりやすいところっていうところで、3月中でいくとこれが3月28日、じゃあほぼだから3月29日が為替の変化日でもあり、さっきのムーンフェーズなんで、まあ、大体まあ誤差1日と考えると3月28、29、この3月末に向けての動きっていうのは全ての金融市場で要注意だと思います。なるほど。あとはいつなんでしょうねっていうと4月の16、うん、4月の18、だからまあ間取って4月の17日前後、それと4月の22日前後、うん、このあたり結構ビットコインとしては変化しやすいタイミングかなっていう感じですね。この先制術系でトレードするなら29日買い16日までとりあえずトレン上昇トレンドが出るだったら結構パシンパシッとくるかもしれないですね。まあ、16日かもしくはこの後の方かもしれないですね。4月の22日、はいはいはい、そっちまで続く可能性がありますよね、はいはい、陽線のクローズが780万。あとはだからその本当に月足ベースぐらいでもって、はい、フィボナッチのエクスパンションで考えると、はい、確か僕前計算したんですけど、はい、タイトルで計算しても7万ドル台ってターゲットなんですよ。だから大円で言うと700、800万ぐらいっていうのはさっきなんかちょっと出てましたけど、うん、意外といいとこかもしれないです。なるほどですね、うん、じゃあこの5万500ドルぐらいの差し値でターゲット的に、まあ、7万ドルぐらいにするとちょうど700、780万になる、うん、まあ欲出さずに5万1000ぐらいでいいかもしれないですね。ありかもしれない、ありかもしれないですね。そう、そんでその時にはなんでそんな7万ドルって数字が出てきたかっていうと、このフィボナッチのエクスパンションで計算した場合に、はいはい、通常だと 161.8 とか 261.8 とかあるじゃないですか、うんうん、もうそんなのはるかに超えちゃってるんで、うん、423.6 だとか、うん、さらにその上の方のところまでいくと 11. いくつとかまであるわけですよね、はい、でそういうのを全部計算していった時に、じゃあ最初の水準というのはどこなんだろうなっていうんで、まあ、7万ドル台っていうのは結構いいターゲットになってましたね、うん、なるほどですね、いけそうですね、まあ、いけるかもしれないですね。じゃあ僕はその辺でやっぱりあと1週間ありますけども、ちょっともう少し難聴になるかもしれないですね。うん、だからもうちょっとね、まあ、だからその5万ドルギリギリ5万1000ドルぐらいのところで買えるといいかもしれないですね。ちょっとここ揉み合って来週土日月でまた少しずるっと落ちて、うん、そこからなんか反転下ひげつけて反転とかだったら綺麗に収まるかもしれないですね。あとはこの水色の線が、はい、この先ここにまたぐっとここに上がっていくんですけど、はい、これ見てると、うん、もう多分4万ドル割ることないんですよ、長期的に見ても。なるほどなるほど。じゃあこの動画配信されるのは多分3月の25、6、7日ぐらいだと思うので、まあぜひその後どうなっているか皆さん確認してみてください。以上こんなところですかね。そうですね、はい、はい、以上、ビットコインのアノマリー、4月相場について、分析してみました。ご参考ください。